ただいまより、東洋大学附属姫路高等学校オープンスクールを始めます。よろしくお願いします。まずはじめに、学校長挨拶です。大森茂樹校長より、ご挨拶申し上げます。改めまして、皆さん、おはようございます。校長の大森と申します。本日は誠にお忙しい中、本校の秋のオープンスクールにおいでいただき、誠にありがとうございます。ただ、あいにくですが、本校の中高一貫コースの高校2年生と中学3年生が昨日まで修学旅行に行っておりましたので、今日がその内休で一部生徒が休んでおります。また、他の学年は授業をやっておりますので、皆さんに十分な授業体験をしていただくことができないことを誠に申し訳なく思っております。中学3年生の生徒の皆さんは、いよいよ4ヶ月前に迫っている入試について、誠に緊張されていると思いますけども、こういういろんな学校を見ていただいて、自分の行きたい学校を見つけられたら、そしたら勇気が湧いてくると思います。今日は皆さんの志望校を検討するその材料になればと思っております。では私の方からは学校の概要をざっとお話しします。教頭が入試について話をさせていただきますが、本校の生徒たちが学校生活についてパワーポイントを、私よりも ずっと上手に作ってくれているパワーポイントを使ったりしながら生徒たちが紹介してくると思いますので、聞いていただければと思います。それでは私の方からお話をしていこうと思います。まず皆さんの取り巻くですね、環境ということを先に考えていこうと思います。というのはやはり物資もですね、いろんな人が全国世界中に行き渡るようになる。だから皆さんのこれから就職においてもですね、ライバルは世界の人とということになるでしょうから、やはり世界に目を向けていく必要があると思います。またロボットやAI の時代ですから、非常に早く情報が入ってきたり、そして機械自身は正確に物事を覚えていくでしょう。だから単に覚えていくだったらもう機械の方が上かもわかりません。だからこそ、皆さんは機械に任せて考えるというようなことをしないで、逆にですね、機械のできなかった人間の強みを生かしていかれることが一番いいだろうと思うんですね。またコロナ禍で非常にリモートの授業になりました。つまり個人で何でもできるような状況になってきています。そうすると自ら考え行動する生徒とそうでない生徒で大きな差が出てくるでしょう。また個人主義が強くなって社会性やとか協調性、さらには道徳心が失われていく可能性もあります。そういう中で一番大事なのは何なのかと言いますと、やはり、コンピューターやそういうのに任せてしまって自分の頭で考えることを疎んじるような世の中になれば、人間の知的能力は下がっていくでしょう。人間は考える足であるとパスカルが言ったように、人間の一番の強みは新しいものを作り出していく、考えるということだと私は思います。だからこそこれから先ロボットの時代だからこそ、考え、想像して自分で道を切り開いていく、このブルドーザーのような時代ではないかなと思うんですね。そうするとひょっとしたら子どもさんは大変な時代になったな、どうしたらいいか分かんないと思われるかも分かりませんが、逆です。皆さん一人一人の強みが生きてくる時代だと思ってください。一人で何でもできませんけれど、それぞれの人が自分の強みを生かし、そしてその強みをいろんな人とつながっていけば、強みと強みが足して大きな強みに変わり、新しいものが創造できると思うんですね。だからこそこれからは子どもさん一人一人が自分の強みを生かしていく時代だと思ってください。もう一つだけ考えていただきたいのが本と電子書籍でございます。スマホやタブレットで計画を作ることができます。
けれども紙の手帳で書く方が圧倒的にどういうことをどう書いていったらいいか自分で工夫して書いていきますから思考力が育まれます。また紙の本と電子手帳では、電子手帳確かに便利です、決してそれが悪いとは言いません。けれども紙の情報で学んでいくことは多くの情報を頭の中で考えることになるんですね。ここに入れましたように言語入力というのはできるだけ単純に入ってくると、例えば読書で文章を読みますと、その情景を頭で想像し、その筆者とかまたは主人公の感情を頭で考えますよね。つまり読書は入ってくる情報は少ないがためにいっぱい頭の中で想像力が作られていくんです。逆に会話、アウトプットですね、その時はメールでもできるでしょう。けれどもメールよりは電話の方がいいんです。相手の声のトーンを聞いて、相手がどう今感じているかを感じることができます。それよりももっといいのは対面の会話です。相手の言葉だけではなく表情までも読み取りながら対話をしますよね。つまりこういうふうにすることによって脳は鍛えられていきます。だからこそこれからの時代は読書と、そしてこういう対話、これが学校で求められることだと思ってください。何よりも大事なのは、これからも思い通りにはいかないことがいっぱいあります。そういう逆境に負けない体力と精神力、さらに先ほど申しましたように他人と協力協調してさまざまなことを融合させ想像していく力だと思います。自分の頭で考えること、そして人は人との間で成長していきます。だからこそ集団生活の中でこれから子どもたちが成長していく、そういう場こそがですね、これからますます求められていくと私は思います。ご存知のようにこの兵庫県内も公立学校の統廃合が行われていきます。2025年には25校が21校になっていくと、このふうに言われています。この地区です。また市立の高等学校も3校が1つになっていくと、つまり公立学校はどの学校がどう変わるかは分かりませんが、私立学校は一切教育理念がぶれないで、その学校が存続する限り教育理念を継続させていきます。本校では1963年に実は東洋大学の学祖、東洋大学の実は付属校としてこの姫路にできました。東洋大学は井上遠良という東京大学の哲学科を卒業された方が1887、今から135年ぐらい前に作られた早稲田大学、慶応大学に次ぐ古い大学でございます。その付属校として今から59年前この学校に作られた男女共学校には1989年になりました。本校の教育理念は東洋大学と同じでございまして、井上遠良先生が諸学の基礎は哲学にあり、すべての学問は物事の本質を追求する哲学だと言われて、本校ではこれを考えるを学ぶというキャッチフレーズで、皆さんに伝えています。また井上遠良先生は人間愛にかけた学問は人類に貢献しないとも言われましたので、本校では一人一人の子どもさんを大切にする人間愛に富む学校でありたい、そして子どもたち自身には社会に貢献できる人になってもらいたいと思って教育をしております。でそういうことで、教育方針としては考えるを学ぶことを学校の授業や学校行事に取り入れております。一番簡単なのは選択です。自分でどの道を選んでいくか、やはりそれは考えますよね。だからいろんな選択肢を設けながら皆さんに考えてもらいながら進んでいく、そういうのが学校行事や授業の中にいっぱい取り入れてあると思ってください。また文武両道の学校です。生徒の一人一人の強みを生かして、そしてそれを大学進学にもつなげていきます。その生徒の強みを見つけるのがキャリアフロンティア、まあ言えば探究的な
総合学習の時間だと思ってください。そして、それの子どもさんの強みを見つけますと、推薦入試にも生かすことができます。今回、本校でも東京大学に合格した人、名古屋大学や九州大学に合格した人もいます。その人たちの多くが実は推薦入試で合格しています。本校で東京大学からやはり就職される子どもさんもいらっしゃいます。それぞれが素晴らしい私は道だと思っています。そういう東京大学から、就職まで試練まで、ね、そういう多様な進路指導を実現する類まれな文武両道の男女共学校として、本校はやっていきたいと思っています。これが国公立大学の合格者の数でございます。このように、今年は59人おりました。その下の括弧の25というのは、実は推薦入試で合格した子どもさんでございます。このように推薦入試がですね、非常に国公立でもたくさん合格をできるということを知っておいてください。これはその、この数年間の間の、私立の、とかいろんな公立学校を受験されてダメだった人が本校に来られて、スーパー特進コース、または特進コースから総合進学コースから、それぞれ頑張って国公立大学に現役で合格した子どもさんを示しています。私立大学もこのように増えています。東洋大学の附属校ですから、実は東洋大学の推薦入試は70人からあります。ただ、あまり生徒は使っていないんですけど、いっぱい使っていただいて、全く問題ございません。また、東洋大学を卒業された後、姫路に戻ってきて、社長さんになられている卒業生たくさんいらっしゃいます。こういうのを利用してもらってもいいかなと思います。これが各コースごとにそれぞれの大学に行った割合でございます。すべて現役です。スーパー特進コースでは 73% が国公立大学に合格しています。その前年は 34% と非常に低いようになりますが、これは残念な、本当に気の毒だったんですが、担任の先生が高校3年生で、7月に癌で急逝されたということで、やはり生徒たちの中にですね、動揺があったこともありました。まあ、そういうことで、我々十分カバーできなかったことは反省してるんですが、普通このようにそれぞれの子どもたちが頑張ってくれてます。特進コースからも国公立行ってますので、今回このスーパー特進コース、特進コースを一緒にして S コースとしたのもそういうことでございます。就職においてもこのように皆さんいろんなところに行ってます。これは昨年のんですが、今年は就職12名が希望されました。もうその12名が9月末には全員内定を自分の行きたいところに決まりました。まあ、このように就職においてもですね、我々は精一杯応援させていただきます。文武両道ですから、クラブ活動においても運動クラブがこのように全国に、大会に出てくれております。野球も本当に運よく春は選抜に行きました。あと2、3年で必ず今度は全国に行ってくれると思います。またここに見ていただいたように地域活性部というのがございまして、これは文化部ですけれども、この休耕田を使って、いろんな農作物を作り缶詰を作ってくれました。このようにたくさんの賞をもらって、実は今日ですね、東洋大学で SDGs シンポジウムというのがありました。そこに本校の、この地域活性部の顧問の先生と生徒部長が招待されて、今日昼からそのシンポジウムで発表してきます。まあ、そのようにそれぞれの子どもたちが活躍してくれています。青春時代、自らの意思と努力で将来を切り開いていく、とてもワクワクした時代です。だからこそ夢や願望から目標に変えて自分の可能性に挑戦し勝ち取っていく、そんな歩みを本校でやってみてほしいなと思い、皆さん自身も学校もチャレンジし、そういうチェンジしていく、そういうチャンスが今だと思っております。そこで、この頭文字を取って、東洋大姫路チャチャチャなんて言いながらですね、学校も生徒たちもいろいろと変化しようとしています。このようにコロナの状況ですので、ICT の状況を十分に、整備しております。
生徒たちがノートパソコンも持ってもらいながら、教室はワイドプロジェクターを置いて行ってますし、制服についても声は変わりました。後で生徒たちが発表してくれると思います。いろんなオプションがございます。そして何よりもコース制を変えました。スーパー特進コース、特進コース、S コース、総合進学コース、体育コース、T コースとしましたが、1年間の学ぶ進度は一緒です。ただ授業の内容の深さが違うだけです。だから T コースから S コースに移ることもできるようにしました。今まではこのカリキュラムは全く違っていたので、なかなか移りにくかったんです。それを、可能にしました。そして、申し訳ないですが、高校1年生ではしっかり勉強してほしいということで、1週間35時間、時間を使い、土曜日も授業をいたします。授業料をいただいてますから、塾へ行く必要はありません。責任を持って授業をさせていただく。でも、やはり塾行きたいなという人もあるでしょう。行っていただいても結構ですし、学校でそういう予備校の先生にも来てもらって、講習を開くこともやっております。朝来たら生徒たちがデザインタイムで小テストや勉強したり、さらには放課後もクラブ活動行ったり、自学自習をしたり、さらには補習もいっぱい行ってますので、選んでもらっています。これがそれぞれのコースの移動でございまして、1年生の時はしっかりと勉強してもらいますが、2年生からは自分がどの分野に行きたいかを選んでもらいます。だからもう今度はクラスで考えています。国立大学の理系に行きたい人は高校2年1組、また文系は2年2組というように分かれていくと思ってください。また国公立の理系が多かったら2年1組と2年2組が国立の理系というようになっていきます。で、スポーツをやりたい人もいらっしゃると思います。高校3年生ではさらにこれが細かく分かれながら、それぞれの子どもさんの進路を実現するように応援していきます。で、指定校推薦はこの私立の理系、文系のコースの人たちだけが指定校推薦というのは私立しかありません。じゃあ国公立の人は損かなということですが、先ほど申しましたように推薦入試が国公立はいっぱいあるんですね。もう本校の教員みんな推薦入試を皆さん、アドバイスサポートすることができるようになってますので、安心して国公立を目指されると、前期試験後期試験だけが推薦という可能性もあって合格をできます。最後にここちょっと見ていただいたように、スポーツでやりたい人は土曜日スポーツ探究として、もうこれが、剣道探究、野球探究、柔道探究、卓球探究のように、それを土曜日はもう4時間とも練習ができる。まだ練習試合にも行ける。さらには水曜日も2時間余分に体育をすることができる。まあ、クラブ活動ができるように、そういうふうに工夫しております。で、こういうようないろんなキャリアフロンティアも用意しておりますので、先ほど言いましたバンデーユニバーシティというのは、東洋大学から18人が、近隣からもいろんな医学部や薬学部の先生来てもらって、46人の先生方で講義をしてもらったりしています。まあ、このようにしながら自分の行きたいところを選んでもらっているところでございます。修学旅行においてもですね、このように残念ながら今は、コロナで、海外旅行できておりませんが、修学旅行、東北に行ってきたりしました。今度入ってこられる人の時はコロナも収まっていると思いますので、海外と国内の選んでもらいながら修学旅行もできるようにしたい。また本校では3人の ALT がいらっしゃいます。コミュニケーションスクエアで生徒たちの英会話の練習も応援してくれてます。こういうのも利用してもらったらいいと思います。今から本校の教頭が本校の入試について話をさせていただきます。また生徒たちが説明すると思いますので、どうぞ、聞いてやってください。本日はどうぞよろしくお願いいたします。続きまして、本校の入試について吉田教頭より説明いたします。
本校京都の吉田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは私の方からはですね、入試に関する内容について説明させていただきます。まあ、パワーポイントの資料の方も見ていただきながらですね、お願いしたいと思います。それでは早速ですけれども、まず定員に関しましてですね、一応70名240名としておりますけれども、この春の入学生は S コースが110名、T コースが300名、トータル410名入学していただきましたけれどもですね、一応こういうふうに定員しておりますけれども、まあ、実際に入学手続きをしていただければですね、それに応じて、それぞれのコース入っていただく予定でおります。でこうなるとですね、教室の数が足りないのではないかなというふうに思われるかもしれませんけれどもですね、実は教室にはまだ余裕がございますのでですね、もし予定よりもたくさん入学していただきましたらですね、その教室を使うことで臨時に何か別の部屋をということは全くございませんので、ご安心いただけたらと思います。出願に関してですね、君たちの先輩ですね、昨年の入学生、昨年の入試からウェブ出願を導入いたしました。で今日ですね、オープンスクールにおいでになっているということは、すでにですね、各自のですね、マイページですね、もう作っていただいていると思いますので、そのページの中でですね、時期になりましたら、まあ、12月になりましたらですね、出願情報を入力できるようになりますので、その時期になりましたら、手続きを進めていただきたいなというふうに思います。で実際にですね、12月になって出願情報を入力していただく場面で、ぜひお願いしたいことはですね、保護者の方ともちろんしっかり相談していただくと、それから中学校の先生としっかり相談していただいてですね、どのコースでどの入試を使うのかということをですね、お決めいただいて、確定しましたらですね、初めて受験料を納付していただくということになりますので、よろしくお願いいたします。でそれ以降はですね、まあ、簡単に、書いておりますけれども、入金していただいて、出願確認票、それから受験票を担任の先生に提出していただければですね、おそらく多くの学校がですね、中学校で取りまとめて、手続きをしてくださると思います。まあ、その辺は中学校の先生に確認していただいて、個人で出願しなさいという学校さんもありますので、よろしくお願いいたします。で詳細につきましてはですね、お手元の資料の中でですね、ウェブ出願ガイドというものがございますので、それを見ていただきましたら、大体お分かりいただけるんですけれども、昨年度も同様にしましたけれども、時期になりましたら、本校のホームページの中でですね、出願の仕方、ウェブ出願の仕方について、皆さんにやっていただく作業を、そのまま動画でですね、説明するようにいたしますので、そちらを見ていただければ、冊子を見ていただかなくても内容がよくわかるようになっておりますので、ご安心いただけたらと思います。で試験は2月10日、まあ、これは統一日です。で発表が月曜日16時、午後4時に発表させていただきます。で入試に関してですね、昨年度の入試から大きく変えました。まず推薦入試、これは選願のみというふうになります。で、推薦入試については学力推薦とスポーツ推薦、それぞれ基準がございます。この基準につきましてはですね、生徒募集要項に詳細記載しておりますので、ご確認いただけたらと思います。で、まあ、学力推薦、スポーツ推薦ですけれども、これまであったような第二希望等の取り扱いはございませんので、よろしくお願いいたします。で、合否の判定ですけれども、学科試験、それ以外に中学校から出していただく処理を用いてですね、総合的に合否判定をいたします。で、ここでですね、本校をぜひ、選願で受けたいんだけれどもという方についてです。一昨年まではですね、実は選願制はですね、この推薦入試のみでした。なんですけれども、昨年度の入試から一般入試でも選願制を導入いたしました。ですから、
併願で受けられる方、洗顔で受けられる方、特に洗顔の方ですね、推薦入試の基準を満たしてない方については、一般入試の方で受験していただいたら結構です。一般入試の方では特に基準は設けておりませんので、担任の先生、進路指導の先生とよく面談の上ですね、どの方法でいくのかというのをお考えいただけたらと思います。で、洗顔で受けていただく場合につきましてはですね、学科試験にプラス20点をして合否判定をさせていただきます。で、S コース希望者に関しましてはですね、当日の点があまり芳しくなかった、思うようにやれなかったという方についてはですね、T コースの方で合格になることもございますのでですね、この希望を選んでいただくようにしております。で、試験会場ですけれどもですね、それぞれの出身の中学校に応じて、場所をですね、一応指定させていただく予定です。今年度新たにですね、阿久里江姫路も試験会場として用意させていただきました。で、ですね、合格発表に関してですけど、先ほど申しました通り、月曜日ですね、16時に発表ということです。で、コロナの方もですね、若干収まりつつあるところもありますけれども、かといってですね、ゼロということではございませんので、昨年度と同様に、もし万が一ですね、試験当日、発熱、あるいはコロナの影響でという場合については、追試験を受けていただきます。で、2月18日に実施いたします。これでも受験できない状況がございましたらですね、これは個別にまたご相談させていただきたいと思いますので、受験生の方に不利にならないように取り扱いますので、安心して、打っていただけたら。まあ、もちろん、ね、万全の体制での受験していただくのがベストですけど。それからですね、後期試験も用意しております。まあ、おそらく後期試験まで考えなくてもということでいいかと思いますけれども、この予定で実施いたします。で、実際の受験状況ですね、実際受験していただいた方は3771名でした。で、合格した方は3770名。1名だけ不合格。これ見ていただくと、あ、受験すれば全員合格かというふうに思われるかもしれませんけれども、なぜこのような結果になったのかと言いますと、中学校の先生がですね、本校の情報についてですね、どれぐらいの学力が必要かというのは、もういろいろ分析していただいてですね、しっかりとした情報をお持ちです。ので、中学校の先生とよく相談していただいて、受験していただいた結果、ということになりますのでですね、くれぐれも中学校の先生と保護者の方と皆さんご本人とですね、相談をしていただいて、受験をしていただければというふうに思います。それからですね、まあ、各教科の平均点書いておりますので、また見ていただけたらと思います。で、まあ、後期について、まあ、今説明する必要はないかと思いますけれども、後期入試の方は前期と問題のレベル、変えません。合否判定も同じ基準でやらせていただきますので、もし万が一ですね、いう場合にはこういう対応をしておりますけれども、前期から受験していただければまず問題ないかなというふうに思います。で、コース選びですね、もちろん中学校の先生とご相談いただくんですけれども、おそらくこの中の多くの方は公立高校を受験される方が多いのかなと思いますけれども、例えば S コース受験希望される方は、公立さんでいうと、こういった学校さんを希望されてますということです。で、T コースを受験された方の多くが、こういう公立高校さんを受験されているということで、これも一つですね、判断の材料として、コース選びを考えていただけたらと思います。で、あとですね、公立高校の場合ですと、第一希望、第二希望ですね、書くことができますけれども、本校を受験していただいた方のですね、こういう割合ですけれども、第二希望を書かずにですね、第一希望のみという方もたくさんおられる状況です。ですね。で、奨学金、奨学金についてですけれども、これはこれまでと基本的には変わりません。コースに関係なくですね、当日の学力試験が優秀な方についてですね、
小学生を選定していきたいというふうに思います。まあ、スポーツ推薦についてはですね、本当に個別に対応させていただいておりますので、まあ、もしスポーツ推薦をお考えの場合でしたらですね、この後ぜひご相談いただけたらと思います。で、学費の面に関してですけれどもですね、まあ、入学時には少しお金が必要になりますけれども、ぜひ見ていただきたいのはですね、本校授業料33,000円いただいておりますけれども、本校のですね、47% の方が無料になっております。で、さらにですね、31% の方が県なり国なりの助成でですね、2万円から1万円の補助が出ているという状況ですので、まあ、特に保護者の方ですね、私立はどうしてもお金がかかる学費が高いという印象があるかと思うんですけれどもですね、一昨年ですかね、あたりから私学助成がとても充実してまいりましたというところでですね、公立との学費の差は狭まりました。そうしましたらですね、学校の選び方としてはですね、学費以外のところ、教育環境、教育設備ですね、それから当然教育理念、どういう生徒を育てていこうとするのかということがありますけれども、そういったことをですね、公立さんと比較しながらですね、私学の方がいいなというふうに思っていただければ、本校洗顔で。で、いやいや、やはり公立がという方も多いかと思いますけれども、公立さんも受験しながらですね、本校で S コース、T コース、試験は本校の方が当然早いわけですから、S コース、T コースで合格を勝ち取った上でですね、公立高校、安心して自分の第一希望を受験していただいて、もし不調に終わったらですね、本校で頑張っていただければというふうに思いますので、ぜひ、学費だけではなくてですね、それ以外の要素、学費の要素に関しましては、非常に狭まってきているということをご理解いただけたらというふうに思います。で、あとですね、入試に関してですけれども、詳細につきましては、また、入試説明会等でですね、詳しく各教科の方から説明させていただきますけれども、お手元にですね、このデータブックがあるかと思います。このデータブック見ていただきましたら、特に4ページ、5ページですね。4ページ、5ページにですね、受験された方の得点の分布書いておりますので、どれぐらいの得点を取れば、合格できるのかというのもですね、ご判断いただけるかなというふうに思います。ですね。で、先ほど見ていただいたように、3771名受験して、3770名合格ということですから、最低でもこれぐらいの点を取ればということがですね、お分かりいただけるかと思いますのでですね、それぞれの入試問題、ね、一度チャレンジしていただいて、どれぐらい点取れるのか。ぜひ、あと、どれぐらい上乗せすればいいのかということもね、担任の先生方、進路指導の担当の先生方とご相談いただければ、詳細が分かってくるかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、限られた時間ですので、少しの説明が早くになりましたけれども、こちらのですね、入学試験要項の方にですね、詳細なスケジュール等は書かせていただいておりますのでですね、時間のあるときに見ていただいたらというふうに思います。で、皆さんにやっていただきたいことは、本校の魅力をですね、しっかり見ていただいて、S コースなのか、T コースなのか、で、洗顔で受けるのか、併願で受けるのかですね、その辺あたりをですね、よくご相談いただいてですね、受験していただければというふうに思っております。まあ、この後、個別の相談も用意いたしておりますので、分かりにくいところにつきましては、
後ほどお声かけいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。続きまして、学校生活の様子を在校生が紹介します。最初に S コースの学校生活についてお願いします。皆さんこんにちは。私からは S コースの学習について紹介します。 S コースでは国公立大学進学を目指してみな日々努力しています。まず授業についてですが、先生が一つ一つ丁寧にプロジェクターなどを使って説明してくださるので頭に入りやすいです。先生から配られるプリントもとても分かりやすく、後から見返すときでも理解しやすいです。そして毎朝8時から朝学があります。そこではその日の授業の予習や前回の復習をしたり小テストの勉強をしている人が多いです。この時間があるおかげで授業には最初から集中した状態で取り組めていると感じています。放課後のデザインタイムは自分がしたいことを自由にすることができます。一つ目は部活動。S コースも部活動ができるので、部活に入っている人も多いです。私もその中の一人で地域活性部に入っています。普段は畑の作業や商品開発をしています。先日は地場産ビルで私たちが作ったアイスや缶詰の販売をしました。二つ目は自習。8時まで残ることができ、この時間はいつでも先生に質問をすることができます。私は部活が終わると8時まで教室でその日の復習や課題などをしています。最初の頃は大変だと感じていましたが、今では習慣となっています。他にも各フロアにホワイトボードが置いてあるので、いつでも教えをすることができます。私自身、自学の時間に友達とこの場所をよく使っています。そのおかげもあって中学の時は数学が一番苦手でしたが、今では得意教科の一つとなっています。このように東洋大姫路は学習に集中できる環境が整っています。私は高校受験で第一志望校には行けませんでしたが、今東洋大姫路で仲間と互いに高め合っていること、そして徐々に学力が上がっていることを実感できています。なので今では東洋大姫路に来てよかったと思います。私からは S コースのこれまでの行事や活動内容をお話しします。4月に入学し、1週間程度で S コース生として最初の行事を迎えます。2泊3日の学習合宿です。この合宿は予習、授業、復習のサイクルを確立するために設けられています。このサイクルは学習の基礎でありながら、なかなか完璧にできる人はいません。私自身もこの合宿を通して再度確認しました。そしてまた入学して間もない行事ですので、新しい友達との交流もたくさんできました。7月にはワンデイユニバーシティや S コースの校外学習などがありました。ワンデイユニバーシティは大学の教授を46名お招きし、自分が受けたい講座を選んで受けることができます。私は邪馬台国はどこにあるという講座を受講しました。歴史が好きなのでこの講座を選びましたが、内容は思った以上に深く、実際に邪馬台国の場所に関する説がたくさんある中、教授がいろいろな観点から答えを一つに絞り出す過程に感銘を受けました。こんな貴重な体験ができるのは東洋大姫路の特権です。7月の後半に行われた S コースの校外学習では、人と防災未来センターと JICA 関西を訪問しました。人と防災未来センターでは、阪神・淡路大震災をテーマとした震災学習、JICA 関西では SDGs やグローバル社会について学びました。グローバル化が進む現代社会で、日本とブラジルをつなぐ仕事について、生の声を聞くことができ、
自分たちが世界に貢献できることについて深く考えるきっかけとなりました。さらに現在、総合探究の時間に課題研究を行っています。テーマは学問についてです。大学進学を見据えて学部を調べ、その学部の学問について深く研究発表します。私は経済学について調べており、円安問題や国内の税金の使い道などさまざまな問題について考えています。研究発表会は2月に予定されています。いろいろな研究成果が聞けると思うととても楽しみです。さて、簡単ではありますが、Sコースについてご紹介しました。少しでも東洋大姫路Sコースに魅力を感じていただけたら幸いです。皆さんのご入学をお待ちしています。本日はありがとうございました。次に T コースの学校生活についてお願いします。それでは学校生活の様子をお話しします。まず東洋生の一日についてです。私は加古川市に住んでいるため、最寄り駅から JR で姫路駅に行き、直通バスに乗って通っています。通学時間は約1時間30分です。自宅から学校までの交通手段調査では、自転車通学が一番多いです。電車通学は約3割です。学校に着いてからの朝の時間は、例えばテスト前ならば、友達とオンライン出し合いをしたりしてテスト勉強をしています。朝のホームルームは8時50分からです。9時から1時間目が始まり、50分間の授業です。休み時間は10分間あります。私は特に英語コミュニケーションの授業が好きです。もともと英語が好きというのもありますが、何より先生の話が面白く、あっという間に時間が過ぎていきます。とても楽しいです。昼休みは教室でお弁当を食べることが多いですが、時には食堂で食べたりします。食堂の人気メニューはタレカツ丼です。また食堂には売店や自動販売機があるので、アイスを買って友達と雑談したりする人もいます。昼休みが終わると1時30分から5時間目が始まります。月曜日は7時間授業ですが、火曜日から金曜日は6時間授業です。6時間授業の日は3時20分で授業が終わり、そこからホームルームが始まります。私のクラスは36人で23人が部活に所属しています。このようにさまざまな部活動で練習に励んでいます。私は女子バスケットボール部に所属しているため、放課後はバスケットボールの練習をしています。ちなみに女子バスケ部はまだ同好会です。皆さんぜひ入部してください。希望補習は週3回行われています。私は火曜日に英語の補習を受けています。職員室前の自習スペースで勉強することもできます。職員室前なので、たくさんの先生に見守ってもらえているという安心感もありますし、加えて疑問点などがあれば、すぐに先生に質問することができるので、多くの人が活用しています。これは大切なことですが、教室は冷暖房が完備されているので、快適に勉強することができます。続いて、行事についてお話しします。6月には東洋祭、9月には体育祭が行われます。今年の東洋祭では、1、2年生は、お脇屋敷、
劇、ショートムービーなどのみんなが楽しめる出し物をしました。私のクラスは人間ボグラ叩きというゲームで、多くの人が楽しんでくださいました。私はクラスのみんなで協力しながら準備する過程がとても楽しく、達成感もありました。文化部の発表もあります。また各クラスごとに T シャツを作りました。私のクラスは担任の先生の似顔絵をプリントしました。コンテストでは入賞できませんでしたが、担任の先生そっくりの似顔絵 T シャツはなかなかの出来栄えだと思っています。次に体育祭についてです。体育祭は東洋祭で作ったクラス T シャツを着て行います。学年ごとの分散体育祭でしたが、とても盛り上がり、みんなが熱くなりました。私はクラブ対抗リレー、絆リレー、本気リレーに出場しました。本気リレーは男女の順番や男女の比率がクラスによって違うため、順位の変動が大きく、最後までハラハラドキドキしました。このように東洋祭や体育祭はクラス全員が協力するため、クラスの絆が深まります。最高の思い出になりました。東洋大学附属姫路高等学校に入学して、個性豊かな友達と出会い、今までになかった考えや知識に触れることができました。また、たくさんの友達に出会えたことで、自分の視野が広がり、自分の行動を見直すきっかけとなりました。このように多く人間関係を築けたことが、東洋に入学してよかったと思う点です。東洋の魅力を少しでも知ってもらえたら嬉しいです。来年度の入学を楽しみにしています。次に本校の制服紹介を行います。お手元の学校案内の17、18ページをご覧ください。本校の制服は今年度の入学生からブレザースタイルにリニューアルされました。多彩なオプションアイテムが用意され、自分に合ったコーディネートを楽しめます。また男女ともスラックスも準備されています。それでは私1年生が私のお気に入りコーデを紹介します。私のお気に入りのコーデは白のセーターと赤リボンのセットアップです。スカートは赤のチェックスカートより柄は見にくいですが、光を浴びると浮かび上がる柄が特徴的です。私のお気に入りのコーデは黒のベストと赤のリボンです。リボンは急いでる朝でも簡単に取り付けることができるのでお気に入りです。私のお気に入りのコーデは白ベストに公園のコネクタイです。このネクタイは伝統のネイビーカラーといって銀色の翼が輝いて見えるのでとてもお気に入りです。私のお気に入りのコーデはスラックスに赤色のネクタイです。スラックスとネクタイでかっこよく見えますが、ネクタイを赤色にすることで可愛らしさが残っているので、女の子でも気軽にスラックスを履くことができます。私のお気に入りのコーデは白のベストにブレザーです。左胸の部分についているこのエンブレムがとてもかっこいいです。私のお気に入りのコーデはこの赤色のリボンにステッチのスカートです。この赤色のリボンの赤色とステッチのスカートの赤色がよく合っていて、統一感があるところがお気に入りです。カバンはシンプルなリュックタイプでたくさんものが入ります。私のお気に入りコーデはポロシャツです。ポロシャツは涼しくて気持ち
気持ちよくて動きやすくて、ボタンが2つしかないのでやりやすいです。で、洗濯物が乾きやすいので毎日着ることができます。で、このズボンはセンター面が縫い目で保たれているので、アイロンが必要ないので家族にも喜びます。私のお気に入りのコーデは、スーツとセーターです。セーターは、息が浅くつく、体温調整が、体温調整しやすいです。色は、紺、白、カメルの3種類あり、私はこの色がお気に入りです。以上をもちまして、オープンスクール第1部のプログラムが終了しました。本日はお忙しい中、来校いただき、誠にありがとうございました。この後のことについて連絡いたします。12時までオープンスクール第2部の授業校舎見学、部活動見学、個別相談となりますので、この後誘導に沿ってご移動していただきます。本日は1年生が全クラスで授業をしておりますので、部活動は2年生がメインで現在活動しています。ご了承ください。なお、個別相談につきましては、前もって申し込みされていない場合でも、本日相談していただけますので、ご希望の方は会議室までお越しください。アンケートはお帰りの際にご提出願います。この後、担当の先生より諸連絡があります。